はい、こんにちは。4月6日、阪神メインレースは、産経大阪杯、G2 芝2000メーターですね、の内回りの予想ですね、行いたいと思います。7時台のオッズを見たら、エピ1番人気、名称マーボー2番人気、絆3番人気だったんですけど、9時、まあ土曜日ですけど、9時台になるとね、絆 1.1 倍、エピがね、5倍台、あと名所マンボウがもう10倍以上、そしてもう6番人気、5番人気、6番人気以降はもう200倍と、まあ8頭立てなんでね、小頭数ながらも、まあ、オッズが、まあ、両極端になってしまったかなと。まあ、昨年のダービー馬、そして菊花賞馬、かたや、オークス秋華賞、エリザベス女王杯の G1 3勝馬に、G2 2着馬とか、いますけど、まあ、豪華メンバーといったら豪華メンバー。まあ、このね、後のね、宝塚記念の方がね、ジェンティルドンナー、ジャスタウェイ、ね、キズナエピ、エピ出るんかな。名称マンボウでゴールドシップとかね、もうドリームレースになると思うんでね、まあ過去、まあ一番いい馬が揃う宝塚記念になるんじゃないかなと。まあ有馬記念よりかは豪華メンバーになるだろうと思っております。その前にね、天皇賞春がありますよね。絆とゴールドシップが対決するっていうレースですね。さて、それは、さておきと。僕、まあ、見ての通り、僕のつけた本命は一応、絆にしました。まあ、芝の内回り2000メートルということで、まあ、よく中山に似たコースになるんではないかなと。まあ、中山よりかちょっとやや坂が緩めかなと思っておりながらも、コーナーがそんなにきつくない。いや、きついんかな。まあ、さておき。まあね、過去にね、ドリームジャーニーがね、後方から追い込んで勝ったという、勝てんかったという。あの時3着に来てね、あの時ゴールデンダリアかなんか、3連単でね、大型10万ぐらいついた。それで取ったんですけどね。まあ、ちょっと、追い込みには厳しいかなと思ったりもするんですけど、まあ、当然ね、まくってくると思うし、ちょっと馬場がね、緩いかなと思ったりもするんですけど、凱旋門賞のね、ちょっとタフな、レースでも、しっかり4着に食い込んでるという、あたり、絆結構いいんではないかなと思っております。まあ、エピのね、後ろにつけてから、エピを4コーナーでかわすか、まあ、直線でかわすかっていう感じでいいと思います。で、その2番手のエピですけど、まあ、同枠の、神戸新聞杯、菊花賞だったかな、どうだったかな、まあ突き抜けてるんでね、力は強いと思います。距離は伸びた方がいいんかな。まあね、ダービーでは絆にね負けてますが、まあここで、再対決ということで、まあ早め先行行ってしまったらエピが勝ってしまうんかなと思ったりもして、一応2番手評価。僕的にはエピが勝ちそうな雰囲気もあるんですけど、まあ、とりあえず本命は絆ということで。はい。まあ、切れ味はね、絆の方が多分切れると思うんでね、うまく切れてさえしてくれてた絆が勝ったと思います。まあ、馬券的にはエピが勝った方がいいんですけどね。で、3番手にね、東海パラダイス。東海パラダイスね、函館とかね、勝ったりしてるんですよね。でね、3200の天皇賞春を過去に2回は走ってるんですけど、惨敗しますね。1.6、1.5 秒以上。そしてね、2200や2400や2500もね、ちょこちょこ走ったりしてるんですけどね、やっぱりね、ちょっと負けてますね。ただね、2000メートル以下に関してはね、ちょっとね、崩れがないんですよね。0.5 秒以内ぐらいには、6秒ぐらい以内には入ってる。まあ、3マシン以内にはね、結構絡んできてるんでね、ここもね、一発ありかなと。ましてね、馬場がね、ちょっと緩んできてるということで、去年の
函館を経験してる馬がね、結構今年勝ってるんでね、ちょっと思って東海パラダイスを3番手評価。本当はね、名称マンボだと思うんですけどね、まあ、東海パラダイス面白いかなと思って東海パラダイスを押してみました。名称マンボは4番手評価。やっぱりね、休み明け牝馬ということで、やっぱ勝ちきれないかなと。あのジェンティルドンナでさえも、まあ、勝てない、と思う。まあ、勝てない、まあ、京都記念がそうだったんですかね。だからちょっと、どうかなと思ったりもしてるんですけど、名称マンボの取り扱いがちょっと難しいかなと。普通に力を出したら勝てるんだと思うんですけど、オークスを勝って、中8周ぐらい空いたローズステークス、やっぱ4着ぐらいに負けてますんで、休み明けちょっときついんかなと思ったりもする。でも阪神の内回りは4勝ぐらいしてるんで、もう結構まあ、そこら辺どうなんかなと。でもね、外回りに関してはね、やっぱね、あんまり成績が半々と振るわないという感じもしますんで、これがね、内回りなんで、もしかしたら、行っちゃう可能性もありありかなと思うんですけどね。はい。で、一応これね、ここはね、これはね、木曜日に一応予想アップしようかなと思ったんですけどね、やめましてね、やめようと思ったけど、考えましてね、ちょっとね、変えました。湘南毎日にしました。馬体が戻っていれば、まあ、調子を戻していれば、普通に上位陣に食い込むと思っているゴール馬なんで、まあ、去年か一昨年かちょっとは見てないですけど、オルフェーブルに迫ったというのもありますけど、まあね、馬ね、年いくとね、例年通りの力が出せるか出せないかっていうのはちょっとわかんないところもあるし、ね、その馬が早熟か普通か晩成かっていうのもありますし、なんともそこは言えないんですけど、いやね、この競馬をずっと見てきている限りでは、まあ、連覇っていうのはやっぱ結構ね、で、まあ、例に絡むっていうのもあるんで、まあここはちょっと捨てがたいなと思って、カレンミオティックじゃなしに湘南マイティにしました。やっぱね、切れ味勝負になると湘南マイティの方が切れると思うんで、で、あとね、今までね、東京ばっかり、まあ、輸送ばっかりしてたんですけど、東京の左回りよりか、阪神の方がね、成績はいいんですよね。好成績ばっかり上げてるのはほとんど阪神ですね。安田記念2着に来ましたけど、それからずっと輸送続きなんですよね。まあ、それがちょっと、ダメだった分、最近の調子落としに響いているのかなと思って、湘南マイティを一応抑えようかなと思っております。普通に湘南マイティの切れ味出すとここら辺上位に食い込みそうな感じもしますけど、一応、抑え程度で買おうかなと思っております。木曜日の予想の時は絆エピの東海パラダイス名称マンボカレンビオティックの3連単の、1、2着固定の流しですねの3点を3300買おうかなという感じで、まあ、予想を立てましたけど、変えまして74、まあ7が絆ですね、4番がエピファネイアの、1、2着裏表の、名称マンボ流しを抑えようかなと。そしてね、同じく4番7番4番、絆とエピの 1,2 着の裏表の2番3番、この湘南マイティと東海パラダイスですねの、3着付けを抑えようかなと思っております。あわやっていうのがあれば多分絆とエピの湘南マイティの3連服でもいいと思いますし、名称マンボの3連服、まあ、ここら辺オッズですね、オッズ次第ですね。例えば457の3連服で、例えば3倍しかつかない場合3連単で、これでこの買い方で10倍つくのならば3連単でいいですし、名称マンボが2着に来ることを考えたら普通に3連服1点がいい、まあ、そこら辺は、
6の倍数で見たら多分分かると思うんですけど、どっちが得か損得するかっていうやつですね。例えば7、4、5が5倍しかつかない、こっちが4、7、5が例えばこれが10倍つく、そしたらどっち3連複と、3連複のオッズと掛け金とかけてみてどっちが得かっていうやつをしたらいいかなと。まあ当たらなかったら結局は意味ありませんけどね。でもう一つね、あの面白いデータがあって、産経大阪杯ね、やっぱ一番人気の馬がね勝つ傾向があるんですよね。歴代の馬を並べと言われても、言えません、忘れました。でね、その中でね、一番人気の馬はね、6勝ぐらいしてたんですね、過去10年で。その中でね、やっぱ産経なんでね、3の倍数、3番人気と6番人気はね、ちょこちょこ絡んでるんですよね。ね、1着になる馬が一番人気は6割から7割。そしてね、3倍の係数、3番人気、6番人気、9番人気ですね、が、まあ、ちょこちょこと勝ってるという。で、今の土曜日の9時台のオッズから見たら、絆が1番人気、エピが2番人気、3番人気は名称マンボという感じになってるんでね。確かね、カーレンミオディか、東海パラダイスが6番人気だったかな。ぐらいだと思うんですね。ここら辺の単勝、まあ面白馬券か、そういう感じで単勝馬券買ってみても面白い。まあ絆の単勝買っても 1.1 倍なんで面白くないんで、名称マンボか、東海パラダイスの単勝を100円ずつでも買っても別に、ね、面白いかなと思ったりもしています。はい。今週のね、産経大阪杯の予想はこんな感じになっております。結構ね、結構というか、たくさんね、見てくれている方がいると思うんで、頑張って予想してみました。ぜひね、チャンネル登録して、これからも先もずっと、見てほしいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、今日か明日か、ダービー卿の方の予想も上げたいと思うんで、そちらの方もご覧になってください。それでは皆さん頑張りましょう。